こんにちは、佐々木です。本日は、ラクマ、中央品商品が売れました。初心者の方へ出品の参考にぜひしてみてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行きましょう。はいえー、この動画でですね、ラクマで,あので,です、ね、あの、中央品商品売れました。ぜひね、その傾向ですね、どういった商品が売れるかっていうので、ね、ぜひねあの、紹介させていただきます。であの、ラクマっていうのはですね、なかなかですね、中央品商品っていうのをね、 売れないって言われてるんですよね。それとですね、ラクマは結構、最近なんですけど、出品に対してですね、あの結構規制が激しくなってまして、厳しいです。であの人、同じ商品ですね、必ず1つずつ出品しないとですね、アカウントをです、ね、取られます。なぜひねあの、この点を注意してほしいんですね。で、あのまあ、どれぐらい利益出てたかといいますと、ある商品なんですけど、利益230円です。はい。で、あの、商品名は言えないんですけど、 これですね、非常にマニアックなんですよ。であの実際、ですね、メルカリに出している商品なんですけど、あ,とあまり売れてないんですよ。たまに売れるぐらいなんですけど、ラクマで売れるとですね、もう2連続で売れているんで即売れてきますなのであの、ラクマで売れる商品というのはですね、結構マニアックな方が多いと思うんですよね。利用している方が。なので、ぜひね、いろいろ出品してみて、 この商品が売れるって当た新しい商品が出てきます。なぜひね、それをあの自分で探していただければ、それをですね、ずっと一個ですね、売れたら出す、売れたら出すを繰り返す売れてきますので、ぜひね、やっていただければ、ね、いいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。ライン登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリティマネンプレゼします。ニックネームからスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE ト登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。 番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。